どうもラートです。ということで、なんか今日ね、この脱獄方向のマップ内に木村すばるさんとネフライトさんのポスターがあるっていう風に聞いたので見てみようと思います。さあ見ていきましょう。はい、わーお起きろって書いてあるのかな、これ。木村すばるさんがいる。わー、おはスタ25周年、毎週月曜金曜朝7時5分から7時30分。おはスタ懐かしいな。俺も小さい時見てたけど、今は見てないけど、木村すばるさんがいます。なんかパン加えながら、なんかジャケットパーってやってますね。さあこっちにもいるのかな。うわでっか、ネフライトさんだ。見ろって書いてある。なんでだよあえて逆らっていくスタイル。見ろって書いてあるからね。よし、他のマップも見ていきましょう。他のマップも多分あるよね。これ豚爆弾置いといて、さあ天国の階段も見ていきましょう。まあ早速ね、ありましたね。見ろ、そんなに見てほしいんかみたいな、いや見たるわみたいなね、こんなポスターありますけど、もう一つ木村すばるさんの方のポスターはどこにあるんだろう。今ネフライトさんのは見つけたけど、木村すばるさんの方はどこにあるんだ。あった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 、ここにあった。よしよしよし、おお起きろ起きろ、起きてどうすんだ。はい、まあそんな感じで、まあ新しいポスターが追加されたよっていう動画でした。アップデートは来てないので、脱獄方向開けば見れると思うので、皆さんもぜひ遊んでみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。